診断を受けない決断、診断書受けて、あ、診断受けてないですよね、診断書、うん、そう、なんかでも後から全部終わってからね、はいはい、それでもあなたは私をどう見ますかみたいなのちょっと言ってみたけど、はい、病その診断書くれるところに、そしたらなんかすぐ書いてくれたから、あんまなんかそんなだなと思って、その前にその取らなかったっていうこう思いみたいなのってなんかね、もうここまで来たら人に決められたくなかったのよね。すごいかっこいいと思います。うん、超私の話じゃんこれって。そうですね、そう、別にさ自分の中でのなんか何の専門家だかは知らないけどさ、その精神科の人たちがね、それ私のことをあなたが決めることがすごい嫌だったの。人生をどうですか、生き方とか。そうだって、そんなのさ、私がそう言ってんだもん。そうだよですね、うん、まあ、人格ですもんね。そうそうそう、それをさ、確かにあなたはそうですねとかね、いや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 、おたくさんにそんなこと言われる覚えもないし、必要もないしっていう、どちらさんですかみたいな感じがもう嫌だったで、特に私事だからさ、私以外に根拠がないじゃん、うん、誰も決められないですよね。そうだとしたら本当にじゃあこうじゃないこうじゃないとか道しるべは私はもうその時にはいらない、これは私が決めるって思ってたもん。はいはい、うん、めちゃくちゃかっこいいですよね。じゃあ、最後なんですけど、ね、心の寿命まで生きてみようっていろいろ辛いことがあって、うん、もう命を投げ出そうかぐらいな、うん、こうどん底に行った経験もあったっていうことなんですけど、うん、まあ、そこから心の寿命まで生きてみようって思った時のエピソードというかお話を。もう本当に好きになったのが男の子だったし、で自分の戸籍も体も男だし、でもじゃあいわゆる同性愛として彼を好きなのって思った時にそれは違うなって思って、恋愛を失いアイデンティティを崩壊しっていうので、まあ一回、まあ、故障したと思う、壊れたわけね。でその中でなんかいろいろずなんかいろんなこと考えながら、ただただ時に癒されるのを待ちながらっていうのも含めた中で、まあ、差し当たって体が生きてたわけよ、はい、心はもうそうボロボロだったけど、でそれでちょっとなんかエネルギーがついてきた時に、なんだろうね、今じゃなくてもいいって本当にそれは思ったんだよね。将来は不安しかないし、やっていける気も全然してないし、いわゆる真っ暗闇ですよみたいな気持ちではあったのよ、はいはい、でも真っ暗闇だけど、真っ暗闇だから確かにダッシュとか怖くてできないけど、はい、ちょっと一歩進んでみるだけはまだできるじゃん、はいはい、って真っ暗でも、で一歩進んでみてやべえ崖って思ったら戻ってこればいいしとかっていうのを思った時に、はいはい、あそっかって、今じゃなくていいなと、もし踏み外したら踏み外して落ちるからさ、はいはいはい、踏み外した時でいいじゃんって思って、あもう心の寿命が来たなって思うまで体の寿命だけに引っ張られないで、もう一個心の寿命を設定したのはね、私はすごい楽になったんだよね。でなおかつ今じゃなくていい、だからまあある意味ではダラダラとでもいいし、のんびりとでも何でもいいけど、あ今決めなくていいなって思ったのが心の寿命が尽きるまではやってみようかなって、ちゃんと減らしてってもいいし、その後補充されてね、大きくなってもいいしっていうね、心の寿命は伸びたり縮んだりすると思うから、はいはい、うん、その決めた時はすごいポジティブで前向きってわけじゃないですよね。そ全然もう本当にどん底でほぼ死人みたいな感じでひたすらやっぱ自分と向き合ったってことが僕はその前向きになれたことのきっかけだったと思うんですけど、いつもそのトンネル期間って僕呼んでるんですけどね、真っ暗闇のトンネル期間の時って意外とこう自分が大きく何か成長する手前ぐらいに、そういう人生で長く見た時にそのトンネル期間があって、やっぱその時期って本当に辛いんだけど自分と向き合いなさいって言われてるような感じになるんですよ。必ず抜けますからね、その希望を持ってれば、うん、絶対、これはもうなんかあんまり絶対なことなんてないけど、これだけは絶対だね。そうですね、やっぱね、すごい正しい表現じゃ分かんないけど飽きるんだと思うよ、ずっと同じことじゃん、しんどいのも、はいはいはい、しんどさにもやっぱり飽きが来るから、私はきっと飽きたんだと思うんだよね、飛んでる期間に、うん
メッセージというか、この 本のことでもいいですし、個人的にでもいいんですけど。そうですね、伝えたいことね、うん、なんかキラッとしたかっこいいこととか言えないタイプなんですけど。いや結構ちょこちょこ出てますよキラッとかっこいいセリフ結構ちょこちょこ。いやなんか私昔からよくさ、なんか自分で自分を好きにならなきゃ誰が好きになってくれるみたいなセリフとか、はい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 、私なんか割とああいうしゃらくさいの好きじゃないんだけどもうさ、自分で自分のこと好きになれないときにはもう人に好きになってもらう自分になればいいと思うの。はいはいはい、はい、別にこびるとかじゃなくって信頼される自分になろうとか、はい、大切にされる裏切らない自分でいようとか、はいはい、人の気持ちをちゃんと考える自分であろうとかで、人にいっぱい好かれようって頑張っていっぱい好きになってもらったら、そうすると、あ、私が好きなあの人が私のこと好きなんだから自分のこと好きじゃなきゃいけないなって思えてくる気がするの。はいはいはい、相手のためにみたいな、うん、そうそう、だってその相手がね好きって言ってくれるのをひっくり返すわけにもいかないじゃない。そうですね、うん、受け入れないことになりますからね。相手に失礼じゃない、そうしたら。そうだからなんかできることはあるからね、うん、のんびり自分らしくやればいいんじゃないかなと思ってますゆるいしキュートなんですよねこう本当に お話ししてて分かる通り、文章もそうな、もうこのまんまのなんかふわっとしてて優しくてキュートなんだけど、その価値観みたいなのがズドンと結構重め強めみたいなところがあったりするんです。ハゲだけはなんでいいんだとかひどいことも言いますけどそうなんですよ。はい、メッセージありがとうございます。とんでもないです。なんか多様性って言葉いろいろあるけど、新平さん見てるとあれですね、やっぱり自分らしくが一番いいなと。そんな多様性って言葉もう関係ないぐらい、だってこれしかできないから、ね、はい、はい、じゃあ今日はゲストに、新平ちゃんでいいですか。はい、新平ちゃん鈴木新平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。